環境の世紀と言われる現代。しかし、ゴミ問題の解決や低炭素社会の実現にはまだまだ問題が山積しています。こうした問題の解決の一助として宇都宮市下田原町に誕生したのが、最新のゴミ処理設備を備え、周辺環境にも最大限配慮された施設、クリーンセンター下田原です。クリーンセンター下田原を通して、今私たちがしなければならない取り組みをご覧いただきましょう。クリーンセンター下田原で処理されるのは、宇都宮市で出される焼却ごみと可燃性粗大ごみです。センターは最新の設備により、1日に最大190トンのごみを安全で効率的に安定して処理すると同時に、周辺地域とも調和したデザインを取り入れています。それではゴミ処理の流れを詳しく見てまいりましょう。施設に搬入されたゴミは、まず計量器でゴミの重さが測られます。搬入されたゴミの収集量を正確に把握することで、施設の管理を合理的に行います。収集車はプラットホームに入り、ゴミはゴミ投入扉からゴミピットに投入され、一旦貯められます。可燃性粗大ゴミは切断機で燃焼に適した大きさに切断した後、ゴミピットへ投入されます。ゴミピットにはおよそ950トンのゴミを貯めることができ、これは施設の処理能力5日分のゴミに相当します。貯められたゴミは焼却炉で燃えやすくするために、クレーンで掴んでは離す攪拌作業を行い、均質化されます。そしてゴミはゴミ投入ホッパへ。吸塵装置でセンターの心臓部ともいえる焼却炉へゴミを供給します。クリーンセンター下田原では、2基のストーカー式焼却炉により、ゴミを効率よく安全に燃やしています。送られたゴミはストーカーと呼ばれる動く床により、ゆっくりと送られ、乾燥、燃焼、後燃焼という3段階の工程で完全に燃やされ、焼却灰となります。内部の温度は850度から1000度。これによりダイオキシン類などの有害物質の発生を防いでいます。最新のゴミ自動燃焼制御技術も導入されており、効率的に安定したゴミの処理が行われているのです。そして焼却灰は水槽を有した灰押し出し装置で冷却された後、灰ピットに一旦貯められます。その後場外へ搬出され、最終処分場で安全に埋め立て処分されています。ゴミ焼却の処理で皆さんが一番心配に思われるのが、焼却後に発生する排ガスです。これもクリーンセンター下田原では安全に処理しています。焼却後の排ガスは高温状態のため、まずボイラとエコノマイザで熱を回収し、温度を下げていきます。次に減温筒で水を噴霧し、急速に温度を下げることでダイオキシン類の再合成を防ぎます。
に乾式有害ガス除去装置により排ガス中に小石灰や活性炭を吹き込むことで塩化水素や硫黄酸化物、ダイオキシン類、水銀を反応・吸着させます。そしてろ過式集塵機へ。内部には筒状のフィルターが数多く配置されており、ここを通る排ガス中の媒塵や有害物質を補修して除去しています。ろ過式集塵機や減温灯などで取り除かれた媒塵などの飛蕾は混電機で薬剤を混ぜ合わせ、重金属などが溶出しない安全な状態にして場外へ搬出されます。こうして排ガスは最後にアンモニアを還元剤に用いた触媒脱消装置を通すことで、大気汚染の原因となる窒素酸化物を無害な窒素と水に分解。適切に処理されたクリーンなガスを煙突から排出しています。煙突から白い煙が出ていることがありますが、これは水蒸気で環境には全く問題はありません。そしてこれら一連の処理はすべてコンピューターにより中央制御室で集中管理されています。最新のコンピューターシステムを導入することで、少人数でも安全で効率的な運転・監視が行えるのです。そしてクリーンセンター下田原のもう一つの特徴が、ゴミを燃やした時に発生する熱エネルギーも回収し活用している点です。ボイラの内部には水が流れる多数のパイプが設置されており、高温の排ガスを通すことによりパイプ内の水が沸騰し蒸気になります。この発生した蒸気を使って蒸気タービンの羽根車を回転させ、発電機を駆動させることによって電力を生み出しています。発電能力は最大で3500キロワット。発電した電力は施設内で有効利用されるほか、余った電気は売電するなど化石燃料の使用量を削減し、地球温暖化の抑制にも貢献しているのです。この他にもセンター周辺の周期や騒音対策も万全を期しています。収集車が出入りするプラットホームにはエアカーテンと自動扉を設け、周期が外へ漏れない工夫が施されています。さらにゴミピット内の周期も焼却炉の燃焼用空気として利用し、高温燃焼で周期を分解しています。また全路停止時には脱臭装置により臭気を除去し、臭気が外へ漏れないようにしています。大きな音を発する装置類は騒音対策を施した専用室に設置するなど、クリーンセンター下田原では周辺環境にも最大限配慮した運転を行っているのです。いかがですか。クリーンセンター下田原が安全で安定したゴミの処理が長期間にわたり行えると同時に、地域とも調和した施設であることを理解していただけたでしょうか。しかし忘れてはいけません。ゴミ問題を解決し低炭素社会を実現するのは優れた施設や設備などではなく、皆さんの心がけであることを。その心がけのヒントとなるのが R で始まる3つの言葉 3R です。
ゴミの量をできるだけ少なくするリデュース。使えるものは何度でも使うリユース。使い終わったものを再資源化するリサイクル。この3つの R に一人一人が取り組む気持ち、もったいないの心こそがゴミ問題を解決し、持続可能な循環型社会を実現する一番の原動力となるのです。今私たちがすべきことは何なのか、皆さんもう一度考えてみてください。そして実行してみてください。それが宇都宮市だけでなく、日本、地球の明るい未来へとつながっていくのです。